everyone! こんにちは。今日は英会話の動画になります。前回は私のおすすめの英会話習得術前回は私のおすすめの英会話習得術について語り前回は私のおすすめの英会話習得術についてお話ししました。まだ見てない方がいたらそちらもぜひ見てくださいね。いやーでも英語話すのって大変ですよね。私もそうなんですけど、結構書けるんですけど話す方がすごく苦手っていう方は結構多いんじゃないでしょうか。そこで今回は英語を話す時の私の心得についていくつかご紹介したいと思います。主にメンタル面の話になるんですけれど、参考にしていただければなと思います。その1は、ビビるな。なんか外国人の人を目の前にするとすごく緊張しちゃって何も話せなくなっちゃう気持ち、とてもわかります。でもよく考えてみてください。私たち日本で生まれ育っているんだから日本語しか話せなくて当たり前なんですよ。で、英語が話せるからなんか偉いとかそういうの全然ないんですよ。もうだから片言でも全然いいんです。むしろあんたの言語を話してやってるんだとぐらいの態度でいきましょう。あとたまに日本にいる外国人の人で当たり前のように英語でベラベラ話しかけてくる人とかいますけど、あれすごい失礼じゃないですか。 I am Japanese。 その2、分かるまで聞き返せ。会話の雰囲気を壊したくない日本人って、分からないことをそのままにしてしまいがちですよね。かとりあえずなんか Yes, 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 Yes とか言っちゃってでもこれ実は後で大きなトラブルにもなりかねませんので、分からないと思ったことはきちんと分かるまで聞き返しましょう。何回も聞いても別に失礼にはならないと思っていて、やっぱり聞くっていうことは相手のことを理解したいっていう気持ちの表れですからね。こう聞き返しフレーズとしては、こう例えば Sorry とか Do you mean ほにゃららとか What does ほにゃらら mean とかよく使いますかね。その3、分からなかったらとりあえず話せ。でもどんだけ聞き返しても分からない時があるんですよ。そういう時はもう自分のやりたいこととかなんか思っていることを逆にもう話しちゃいましょう。そうすると意外となんか会話が進んだりとかすることがあります。その4、失敗を恐れるな。日本人が他のアジア諸国の人たちよりもこう英語が苦手な理由ってここにあると思うんですね。間違えたら恥ずかしいとか、なんか間違えることが怖いっていう人すごく多くないですか。やっぱり他の国の人たちってこう、文法とか間違えてても発音がちょっとおかしくても全然気にしないでどんどん喋るんですよ。でやっぱりみんな英語上達したいですからね。話さないと上達できないし、私も唯一自慢できることなんですけど、あんまり失敗するの怖くないんですよね。こう伝えたいっていうパッションさえあれば少しずつでも上達すると思うんです。英語に限ったことだけじゃなく、やっぱり失敗することで学べることって多いじゃないですか。忘れないし、みんなもっと失敗しよう。以上が私の英会話の心得でした。何か参考になることがあれば嬉しいです。皆さんが気をつけていることだとか、こう何かアドバイスがあれば遠慮なくコメントに書いてってくださいね。あんまり日本人の人からコメントがなくって寂しいな。今後も英語に関する動画をアップしていきたいと思いますので、この動画が気に入った方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは I see you in the next video. Bye bye.